アロハエブリワン。ハワイの不動産会社オーシャンズリアルエステートの天方エヴァンです。さて、皆さんはハワイにお越しになった時には、まあ、必ずと言ってもいいほど、行かれるのがアラモアのセンターじゃないでしょうか。コロナ禍の中、ようやく観光が再開し、閑散としていたところに少しずつですが人が戻ってきています。時間がかかるかもしれませんが、いずれ以前のような賑わいを取り戻すことと思います。今日はですね、そんな日が早く来ることを願いつつ、視線を未来に向けてみましょう。実は今、このアラモアナセンターの真上にホテルとタワーマンションをガンガン建てる計画があるんです。これはですね、カカア湖のワードビレッジとは別のプロジェクトで、実現したらワードビレッジと合わせると地域一帯がちょっとした団地になる可能性があります。ちょっと怖い感じもしますが、早速その詳細を見ていきましょう。それでは Let's jump into it。 プロジェクトの詳細に入る前に、まずは全米で最も儲かっているショッピングセンターの一つのアラモアナセンターの歴史を軽く押さえておきましょう。もともとこの一帯は沼地で蚊が大量発生するような非衛生的な場所でした。いつか何らかの価値が出るかもしれないということで、1912年に実業家だったデリンガハム氏が52エーカーという土地を2万5000ドルで購入しました。当時の2万5000ドルは現在の価値でいうと約7万8000ドル。8000万円ぐらいですかね。相当割安で購入していたことがわかりますよね。ショッピングセンターは1950年にわずか1年半という工期を経てオープン。1986年にバブル絶頂期のダイエーが購入し、13年間保有します。この頃はハワイ全体が日本資本に買収され、ワイキキにどんどんホテルやコンドを建てていた時ですよね。1999年に GGP というショッピングセンターの経営を専門とする会社に売却。ちなみにこの GGP から分社したのが現在ワードビレッジを開発しているハワード・ヒューズです。ワードビレッジの用地はもともとは GGP が所有してたんですね。そして2018年に GGP がブルックフィールド・パートナーズというカナダを拠点とする不動産投資および、開発会社に買収されました。実はこの所有者移転が大きな転機となったわけです。前所有者のシカゴを拠点とするジェネラルグロースプロパティーズは基本的にショッピングセンターの運営者であって、ここを開発するなんて思ってもいなかったんですね。これに対し買収したブルックフィールドは、まあいわばデベロッパーです。大開発の可能性を見越した購入だったということですね。とは言っても現在このエリアの高さ制限は約30メートル。とても高層マンションを建てることはできません。しかしあることをすることによって最大120メートルまで建てることが可能なんだそうです。そのあることとは何か。それは今建設中の鉄道をハワイ大学マノアまで延伸するために、ホノルル市に私有地を提供する代わりに高層化の承認をもらうということなんですね。延期に延期が重なっているこの鉄道建設なんですが、2026年にアラモアナセンター裏側のですね、コナストリートというところまで延伸される予定です。ここからハワイ大学までさらに延伸する場合、どうしても用地確保が難しいモール北側部分の私有地をですね、鉄道建設に使ってもいいから、その代わりに高さ制限を緩めてねという提案を現在市議会に挙げているということなんですね。これからまあ公聴会などのプロセスを踏んでから決定されるかと思いますが、議会の反応はおおむねいいということなので、実現性はもしかしたら高いかもしれません。さて、お待たせしました。それではですね、どこに実際どのような建物が建つのかもしれないのでしょうか。早速見ていきましょう。これは現在のアラモアナショッピングセンターを上空から見た画像です。下側が海、アラモアナパークで、ここがメイシーズ、こちら側がノードストローム、ハワード・ヒューズ、そしてこちら側がウォールマート側です。さて、計画でまず目立つのはメイシーズ裏側の駐車場一帯です。ワンアラモアナの目の前、左右に1棟ずつ、
アラモアナホテルの目の前に一棟コンドミニアムが建ちそうです。ワンアラモアナはオーシャンビューの両脇が、遮られてしまう可能性があるということですね。つまりここを購入検討する場合、できるだけ真ん中のユニットを選びたいところです。例えば00017号室はこの真ん中あたりなので、影響は最低限になるかと思います。続きまして、ダイヤモンドヘッドが見える一等地のここと、昔タマホームが建設計画して頓挫した YMCA があるこの場所は、ホテルが建てられるよう変更申請しているようです。そして2015年に完成したエヴァウィングという西側の増設時に増築されたこの駐車場の上に約5棟を建てられる可能性があります。アラモアナセンター北側はすでに複数のコンドミニアムが建築中で、 TOD という歩いて暮らせる生活圏の構築が着々と進んでいます。今回の開発案が承認されれば、この一帯が大きな生活圏となりそうですね。さて皆さん、いかがでしたか？アラモアナセンターがちょっとした団地になってしまうかもですね。この計画はあくまで現在市議会に提案されている段階で、議会での審議、公聴会などいくつものステップをクリアしていく必要があり、まだ確定事項ではありません。市議会委員の中にもですね、あまりにも度が行き過ぎてるんじゃないかと発言している人もいるようですし、住民の中からも反対する人が出てくるかと思います。ただですね、ホノルル市はこの鉄道の建設の完成を悲願としてまして、これに大きく手助けしてくれる今回のような提案には、実は青信号を出す可能性は高いんじゃないかなって僕は思ってます。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか？開発が進んで古き良きハワイが失われていくのがちょっと寂しいと思う方、それとも街がどん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 新しくなっていて進化していくハワイを見るのが楽しみだなという方もいらっしゃるのかなと思います。皆さん、ぜひそんなコメントありましたら、コメント欄にどんどん、記入してみてください。この計画に関してですね、このチャンネルでは進展があり次第都度アップデートしていきたいと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは I will see you in my next video. アロハ。ピーターマン。やあ、ユー。